真ん中で微妙に動いてるこいつ、ビーバーっぽい。初めて見た。お、こっち来るね。一回丘に上がって上で来たんだよね。お、こっち来るな。大きさはね、ちょっとまあ中型犬ぐらいのやつだったんだけどね。おお、こっち来る、こっち来る。顔が見れるね、きっと。おお、これいい映像じゃないの。ほらほら、わあ、すごい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 。ほら、ビーバーだよ、ビーバー多分。あ、潜っちゃった。ああ。ちょっと回し続けるは回し続けるけど。ああ、でもわかんねえな。潜られたら。今は多分夜中の9時とかくらいかな。もう夕方っぽくなってきたから、おそらく10時は過ぎてるかもしれない。あー、潜っちゃったね。ビーバーは珍しいのか珍しくないのかはちょっと俺には分かんないけど、でもひとまず初めて見たからね。ビーバーの巣みたいなのはカナダで嫌ってほど見たけど、あー、やっぱりいないな。潜ってからはちょっとわかんないや。もう一回ぐらいね、ちょっと顔を見せてくれると嬉しいんだけどね。いや、でも今日は結構いろいろあって嬉しい日ですね。ニジマスもちっちゃかったけどかかってくれたし、いやー、あれはちょっとね、悔しかったね。いや、別に30センチクラスだから、もう全く引きなんていうのは全然貫通りのニジマスと何にも変わらないんだけど、まあヒレとかはね、もちろんすごく綺麗だったけど、いや、でもね、かけられた場所がね、まず普通のフライフィッシングでお坊ちゃんフィッシングをやってたらまず無理なポイントだからね。そういうところから自分の考えた仕掛けと、あとシステムとフライと、そういうのでね、かけられたっていうことはすごく、いや、めっちゃ嬉しいですね。それがたとえまあ30センチ台のニジマスでも、やっぱね、自分で考えて悩んだフライに食らいついてくれた魚っていうのはサイズに関係なく嬉しいよね。ちょっと外人のファミリーがここに、ここでちょっとなんか魚釣りなんか引っ掛け釣りなんだけどやってて、スナックあイエーなんて言ってて、ちょうどその人のお父さんかな、北海道に行ったことがあるみたいな話をしてて、ここで北海道なんつったら、おザドライイヤーみたいな感じになって、陽気なおじさんで、でね、ちょっとかけた時にもサイズとは全く関係なく、イヤーイヤーとか言ったりして、まあね、ガイド破損とか、あとは PC がトラブったりとか、まあもちろんいろいろうまくいかないこともすごく多いんだけど、でもそれよりもなんていうのかな、まあ正直イライラします、うまくいかないと。ここがアラスカとは言っても、
でもなんつうのかな、まあ、2日ぐらい経てば、せっかくここまで来てずっとイライラしてんのもちょっともったいないなっていう気分になってきて、でまあ3日ぐらい経てば今みたいな感じにケロッとしてっていう感じですね。まあ PC はね、こんな気分が晴れたって治んないし、 SIC ガイドの破損なんていうのはもちろん治るわけがないし、そこはまあ自分で、まあ PC に関しては防げなかったけど、ガイド破損に関してはもう完全にこっちのせいなんで、自分の責任なんで、まあ、そういうことを含めて、まあずっとイライラしてても損だからね、こういう景色です。ちょっとここの縁もさ、一回スイングさせて探ってみようか。ああやってたまにパチャッと跳ねるのよ。いや俺の計画としては対岸まで行って、また倒木の裏をネチ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 やろうかなと思ってたところに、ビーバーらしきなんか謎の生命体が現れたので、つうか蚊がすげえ、撮ってみたという感じです。やっぱりね、ここまで来たからには本当に一日も無駄にはできないんで、まあもちろん俺の旅であるからね、楽しむのがやっぱり一番ではあるんだけど、それよりもやっぱり自分自身をもっと成長させたいというか、自分を試したいというか、そういう気持ちがとても強いんで。でもね、こうですよ、こう水の色、渓流でしょこれ、日本なららしいよね、こういう景色。まあ動画はちょっと画質下げちゃったから、まあ、実際に映るのよりはちょっと荒いかもしれないけど、あのね、夕日に映ったね木々の色がね、ほんと場所によっては金色になるんだよね。本当に金色、黄金色になるんだよね。稲穂に夕日が当たったようなものすごく綺麗な色をするんだよね。あれはね、ちょっとねグッときますね、本当。まあ日本を経ってまあ早1ヶ月、なんだかんだで魚、釣れた魚は3匹で、クマに取られたのが1匹というね、まあちょっとしたハプニングもあり、まあ魚じゃらしで釣れた魚が2匹、それ以外のテクニックで釣れたのが2匹か。うん、でも結構ね、今回思いついたこういう倒木の真裏とかをピンスポットで狙っていく釣りはね、結構ね思ってるよりもエキサイティングですね。当たりはトータル人流し目で、3回やりました。ググッときて、やっぱりでもちょっとフライが大きいんで、本当にあの倒木の裏に60センチクラスがいるから、もしあれがかかった時に細いシステムを使って後悔したくないんで、こういうところの際の際です、本当に際。ブラックバス釣りの本当にピンスポットを狙うっていうけど、あれと一緒、そういう釣りをしていきます。やっぱり釣りやすくて開けてるところでは魚がいないんだよね。例えばこの1本目2本目の倒木と流れの間の少し流れがスッと速くなるところ、鏡から、そこに40センチクラスのニジマスがいるんだよ、いつも。
でもね、彼らはやっぱりバカじゃないね。あの、何でもかんでも食いつくっていうわけではない。本当、これはアラスカに来たからってニジマスがバカになることはない。やっぱりたくましい野生ではあるからね。特に川のニジマスだから本当にたくましいです。40センチぐらいになるとやっぱりおっていうグッとした体格をしてきますね。なんとしてもあいつもちょっと狙いたいなと思う今日この頃。それではまたもう一度。こっちがね、多分ベアマウンテンだと思うんだ。多分わかんねえけどね。でこっちがね、きっとロシアンマウンテン、ロシアンリバーの近くにある山なんだな。ちょっともしかするとここはね、実は一番最初にやったポイントなんだけど、怪しいでしょう。こんだけの流れの淀み、こっちに背があってさ、ちょっとね、最後にやってみてもいいポイントじゃないかなと思うんで、もう一流しちょっとチャレンジしてみます。向こうの倒木もやってみてもいいかもね。それはちょっとまあ状況というか、それを見ながらやってみようと思います。フライフィッシングに限定したらこういう釣りはなかなかね、開けたところで快適なところしかどうしてもできないから、フライフィッシング、まあ、タックルはねフライフィッシングのままなんだけど、まあ、ラインがないだけで、それを解放するだけでこういうどうしようもない上品なオフライオフィッシングでは、おっちゃんフィッシングでは釣れないところはね、これはねフライフィッシングを諦めるしかないです。ルアーに近く、ルアーでも本当にやりづらいっていう。だからテクニックはもう完全にボーアローです。ボーアローもしくは振り込み、それじゃないとまずポイントにフライを入れられません。面白い釣りでしょ。日本でも聞くよこれは。きっとこういう倒木とかっていうのはね、まず快適なお坊ちゃんフライフィッシャーは絶対手を出さないからね。それは結構アラスカでもやっぱり一緒です。広大なところで気持ちよくキャスティングをするっていうのが一般の方たち。そしてそんなことを話しててと、カモちゃんがウェーウェーとか言いながら流れ下っていきます。あのね、あれはちょっと動画に撮りたかったんだけどね、ああやって下ってくときはね、まあ普通に下ってるんだけどね、横切るときはね、ちょっと水面を歩くような感じでパタパタパタっていくんだよね。あれ結構面白いです。まあああやって金持ちが流れてきたりしても、俺の釣ったあのニジマスはおめえらには釣れねえぜと言ったりしながら、結構ね面白いでしょそういうのも。ビーバー君全然見えません、ずっと回してんだけど。まあ13分経っちゃったし、こんなもんでしょ。ではまた、 See ya。